皆さん、こんにちは、まなみです。今回はこちらのエトボスの 2023SS コレクションモーニンググローのミネラルクラッシーシャドウモーニングクルーズをレビューしていきました。ザ定番の春カラーが揃っていて、透明感も出るようなアイシャドウなので、ぜひ最後までご覧ください。で、このアイシャドウパレットはパッチテストとスティンギングテスト済みで肌に優しい低刺激処方になっています。ヒアルロン酸ナトリウムなどの保湿成分が配合されていたり、あとは正規成分のグリチルレチン酸ステアリルなども配合されていて、デリケートな目元を健やかに保ちますっていう風に書いてありました。あと石鹸で落とせて、石油系界面活性剤、鉱物油シリコン、タール系色素、香料防腐剤、アルコールが不使用だそうです。目元が敏感な方でもお使いいただけるのかなっていう風に思います。一応片目ずつ違うパターンのアイメイクをしてみて、最後にこちらに色を足したりして 2.5 パターンくらいのメイクをしているので、買おうか迷っている方のご参考になれば嬉しいです。一応この紙をお見せしておくんですけど、他にも限定の商品はたくさん出ているんですが、私が購入したのはアイシャドウだけなので、この中で気になるものがある方はぜひ公式のサイトなどをチェックしてみてください。ということで早速ご覧ください。どうぞ。それでアイメイクを始めていきます。パレットはこんなシンプルなブラックのパレットで、中を開けるとこのようにブラシが一つと、あとチップが一つ入っています。チクチクしない中と小のブラシがついているものと、あとこちらも普通の大きさのチップと細いチップがついているものがあります。で、私はこのミネラルクラッシーシャドウを買うのが初めてなんですが、爪と比べても分かりづらいと思うんですけど、意外とコンパクトだなって思いました。腕に装置してみました。左上、右上、左下、右下のカラーです。こちらの左上のカラーはピンクベージュで、シルバーやピンク、あとおそらくゴールドのラメも入っています。しっかりきらめきのあるアイシャドウです。で、次の右上のカラーがアプリコットオレンジだそうです。マットのアイシャドウで、まぶたに血色感と落ち着きを与えるという風に書いてあります。こちらの左下のカラーがシックなモーニングピンクって書いてあって、偏光パールが入っているそうです。ラメ自体がすごく細かいので色が分かりづらいんですけど、これもピンクやシルバーのラメが入っています。こちらの右下のカラーが根元のくすみを飛ばしてくれるニュアンスミントです。これはおそらくブルーやシルバーなどのラメが入っていて、あまり他のアイシャドウパレットにはないカラーかなって思います。透けるような発色で爽やかな色です。ということで、こちらを使ってメイクをしていきます。それでは目をアップにしてお見せしていきます。2通りのメイクをしてみたいので、片側はピンクで、もう片方はオレンジをメインとしたメイクをしていきます。それではまずは左上のピンクベージュのアイシャドウを取って、まぶた全体に伸ばしていきます。細かいラメのきらめきが綺麗です。ただちょっとラメは飛ぶかなっていう気はします。で、発色はそんなに強くなくて、春らしい薄いピンクカラーだなって感じます。チップで塗った感じだとラメが飛びやすいなって思うので、指で塗ったりした方がいいかもしれません。次はこちらの左下のカラーを取って、細いチップで二重幅に塗っていきます。テープが汚かったので剥がしました。このアイシャドウは先ほどベースに塗ったシャドウとは違ってしっかり色がつきます。ラメも入っていますし、腕に装置した時もどちらかといえば明るい方のカラーなのかなと思ったんですけど、まぶたに塗ってみると印象が変わって、ほんの少しだけ紫っぽさを感じるような落ち着いたカラーだなっていう風に思いました。それでは先ほどベースとして塗ったカラーを取って涙袋に塗っていきます。やっぱりちょっとラメは飛びやすいですね。で、この濃いピンクを取って、この目尻の部分に入れていきます。ピンクを使った目元が完成しました。ということで、次はオレンジカラーを使った目元を作っていきます。これはマットのアイシャドウなので、このブラシの大きい方で取ってから塗っていきます。これ結構発色いいですね。もうこう少し取ってつけすぎたかなと思ったので、この縁の方でこうポンポンとアイシャドウ落としたら粉がこのくらい落ちたので、まぶたに塗った時に目の下に飛んでしまうかなって心配したんですけど、まぶたに塗る分には粉飛びは感じないです。こんな夕日のような綺麗なアイシャドウカラーです。このニュアンスカラーを上から重ねてみようと思います。面白いです。これ少しオレンジの色が薄まって透明感が足されるような感じです。
ここのくの字の部分に入れるのもいいみたいなので、指で取って乗せてみます。本当はブラシでやった方がいいと思うんですけど、ピンク色で汚れてしまったので指でつけていきます。こんな感じです。わかりづらいかもしれないんですが、この辺りに塗っています。おそらく近くで見ないとわからないような発色なんですが、人と近くで対面した時にここにブルーの色が入っていると、なんかおしゃれ上級者っていう感じがして可愛いかなと思います。この色は使うのを楽しみにしていた反面、発色ががっつりしていたら使いづらいのかなって心配だったんですけど、全然さりげないのでデイリー使いもしやすいと思います。忘れていたんですけど、このオレンジを小さいブラシで取って少し落としてから目尻の方に塗っていきます。このように2パターンのアイメイクが完成しました。ということでマスカラをして戻ってきます。このようにマスカラとアイラインまでしてきました。近くでアップでお見せします。ピンクの目元とオレンジを使った目元です。引きで見るとこんな感じです。このオレンジにピンクを重ねると可愛いって書いてあったので、それもこちらの目で試してみようと思います。なのでもう一度アップにします。この左下のピンクを取って、マスカラをしてしまってるので大変なんですけど、上から重ねていきます。もうオレンジとピンクの組み合わせは可愛いってわかるので、このパレットはどの組み合わせで塗っても可愛くなるなと思ったので購入しました。ピンクを重ねるとこんな目元になります。ピンクだけ塗った方と比べるとこんな感じです。ということでアイシャドウをレビューしてみました。そんなに奇抜な色ではないですし、水色のアイシャドウを重ねることによって透明感が出たりニュアンスを変えられたりするので、この春に使うのにぴったりなアイシャドウパレットだと思います。あと一つ思ったのが、軽いので持ち運びしやすいなっていう風に思いました。こんな大きさでポーチとかに入れてもそんなにかさばらないと思います。ということで気になった方はぜひチェックしてみてください。それではここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。